はい、皆さんこんにちは。報道機関の皆さんには大変お忙しい中お集まりをいただきましてありがとうございます。記者会見に入ります前に、先月発生いたしました大きな被害のありました台風14号について報告をいたします。まず台風第14号によりまして被害に遭われた皆様方に対しまして心からのお見舞いを申し上げます。本市の住宅等への被害につきましては現在全壊が2件一部損壊が21件床上浸水が142件床下浸水が20件その他の被害が10件となっております。また被害額等につきましては市道などの公共土木施設耕作地や養殖水産物の流出などの農林水産関係、学校施設や文化財施設などの公立文教施設、観光施設などその他の公共施設を合計いたしまして、約4億3000万円に上る見込みとなったところであります。そのため、9月議会におきまして、災害復旧関連経費を追加補正し、関係機関と連携を図りながら一刻も早い災害復旧に取り組んでいるところであります。また住宅や事業所に被害を受けた方に対しまして本市独自の新たな支援制度を検討をいたしております。それでは本日発表事項はお配りしております次第のとおり4件であります。はじめに発表事項1、令和4年度日向市総合防災訓練についてです。資料1をご覧ください。市では南海トラフ巨大地震の発生を想定した総合防災訓練を11月13日日曜日に実施をいたします。今回の訓練では、市が想定する地震発生時刻に合わせて、15の自治会が避難訓練などを実施するほか、大尾谷学園中等部体育館では、避難所運営訓練として、資機材の取り扱いや簡易テント、簡易間仕切りの組み立てなどの体験訓練、また備蓄品の紹介などを予定しております。また、大尾谷運動公園駐車場において、関係機関による災害救助などの実動訓練を実施することとしています。地震や集中豪雨、相次ぐ台風襲来など、全国各地で災害が発生する中、こうした訓練を通じて、初動対応、関係機関との連携を確認するとともに、市民の皆様には災害に対する日頃の備えをさらに高めていただきたいと考えております。次に発表事項2、日向市居住支援協議会の設立及び協議会設立を記念するシンポジウムの開催についてです。資料2をご覧ください。この度本市では住まいや暮らしの課題解決に取り組む福祉や不動産などの民間団体と住宅福祉行政が連携をし、高齢者や低所得者などの住まいの確保が困難な方々の民間賃貸住宅等への円滑な入居促進や生活の支援を共同し実施する仕組みとして県内で初となります市町村単位の居住支援協議会を設立することとなりました。この記念、設立を記念して11月4日金曜日に日向市中央公民館ホールにおいて居住支援を通じて住まいと暮らしを考えるシンポジウム in 日向を開催をいたします。居住支援分野の第一人者であります日本大学文理学部社会福祉学科の白川康之教授の基調講演や住宅セーフティーネット制度を所管する国土交通省住宅局安心居住推進課の上森康幹課長の情報の提供、
その他 お二人と共に私も参加いたしまして、私たちが目指す居住支援の形を考えるパネルディスカッションを行いたいと考えております。本シンポジウムは居住支援の目的や必要性を参加者と共に考え共有し、それらの情報を発信するものであり、本市の新たな住宅セーフティーネット構築への第一歩を踏み出すものと考えております。居住支援につきましては、今後の高齢化の進行など地域が抱える課題の解決に結びつくことが期待されますので、より多くの市民の皆様に本シンポジウムへぜひご参加いただき、関心を持っていただきたいと思っております。市としましては、これを契機に住宅政策の将来像である住まいと人がつながり、誰もが安心して住み続けられる日向暮らしの実現に向けて取り組んでまいります。次に発表事項3、第32回日向市はまぐり鯉師の開催についてで、はまぐり鯉師祭りの開催についてです。資料3をご覧ください。全国唯一のはまぐり鯉師の生産地である本市では、日向はまぐり鯉師祭りを10月30日日曜日に開催をします。本大会は今年で32回目を迎えますが、新型コロナの影響により3年ぶりの開催となります。今回は参加人数を制限し、感染症対策を徹底した上で開催するため、一般募集は行わず、九州沖縄各県代表選および宮崎県内各支部代表選の2部門のみとし、各支部から選抜された代表選手に参加をしていただきます。そのためホテルベルフォート日向を会場に個人戦1日のみの開催としております。大会では特別ゲストとして日本棋院所属プロ棋士有村浩九段、万波加奈四段の2名をお迎えし、プロ棋士の先生方には指導後や決勝戦大盤解説を行っていただく予定です。また上位入所者へは本場のはまぐり鯉師や日向かや五番等を贈呈をいたします。例年と比べ規模を縮小しての大会となりますが、精一杯盛り上げてはまぐり鯉師の町日向を全国に PR をしてまいります。一般観覧もできますので、ぜひ一般の方々もお越しいただきたいと考えております。次に発表事項4、ヒューヒューがマッチング単価の開始についてです。資料4をご覧ください。市は現在、本市の海、山、川といった地域資源、さらに日向が生んだ歌人、和歌山牧水と短歌という文化に着目し、本市の魅力を短歌で発信する、日向短歌プロモーションを展開しているところです。今回、短歌が古来の出会いの手段であったことに着目し、新たな誘客に向けた日向マッチング短歌サービスを11月4日金曜日から期間限定で開始することといたしました。本サービスの概要を申しますと、さまざまな出会いの手段がある現代だからこそ、味噌一文字という制約の中で感情や情景を表現する短歌に現れるその人らしさをヒントに、友達やパートナーとしてマッチングするものです。現在若い世代を中心に短歌ブームが到来しており、思いついた一句をすぐに SNS 経由で発信できるのもこの時代ならではの現象だと思います。本市の魅力を短歌を通して多くの方々に知ってほしい、そのような思いからこの企画を実施するものです。本サービスはウェブサイト上に開設されたサイトに短歌を投稿、それに対して変化をしていただくことにより、短歌の楽しさを知っていただくとともに、全国の投稿者の中から抽選で5組10名様を日向へ招待し、歌会を開催することで、日向が誇る短歌の文化や魅力を体感してもらうこととなっております。詳細につきましては担当課より説明をさせていただきたいと思います。
発表事項は以上でございます。